これはね、あの普通のあれだよ、あの普通のうちの庭に植わってた山もみじ、それをね鉢に移し替えたの、だからや庭で踏んつぶれて雪やらなんやらで踏んつぶれてこうひまがってたやつがこれもこっと起き上がってこんなになったんだよね、だけど それを狙ってこれ鉢に植えたわけさ、ビンと。でね、この木はね、これ葉がね、この葉椒いいね、葉椒がいいんだよね。葉椒ってあの知らない人もいいかもしれないですけど、葉がね、あのなんていうんだよ、小さいのさ、要するに、で木がね小さいと締まってできるでしょ、だから葉椒って皆さんあんまり知らないかもしれないけど大事なんだよ、盆栽ね。これはね、ちょっと頭ね、やっぱり枯れちゃったの、ここ、なくていいんだよ、帰ってね、こんなのあったのさ、これみんなやっぱりね、この下枝にねエネルギー取られちゃってここ弱って枯れちゃったの、 いわゆるちょっとあれだよね、あの見捨てられてたわけではないけど、ある種ほったらかされていたんだよね。見捨てはいなかったよ、見捨てないでねって、よいしょ。それはほったらかし編かい。これはね、ほったらかし編だけどね、ちょっと未練があるね、ちょっと、いや、チラチラと見ながらほったらかしておいた。そう、なっていうのはね、この鉢はね、北海道の寒さに耐えられなかったの、こうやってこう、剥げてくるの、寒さで、で、一箇所ね、ちょっと傷つくでしょ、そうするとそこに水が入って、だからちょっとした傷でもダメ、北海道、こういう上薬がみんな剥げちゃうの、で、これではさ、ちょっと昇進としてはちょっとねまずいんで、これ鉢植え替えようと思って、家具みたいだよ、みたいでしょやばいな、これではね、あのだんだんおかしくなってしまいにバラバラのビスケットになっちゃうからさ、なんかシール貼ってみてもらった、これはこのままじっとしてればいいんだけどね、その補修でも何でもして、だけどこれはいずれね、だんだん拡大される、パカ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 こうやってね、ここに水が入るでしょ、そうすると冬破裂しておかしくなるわけです、なるほどね。それでですね、これはまあ鉢はまだ決めてないんだけどね、まあなんかあるでしょう、鉢こういう、ちょっと待って、これ肥料ねまだ効いてんだよね、これはね、肥料をやってるってことはほったらかしてはいないんだ。これね、何も悪くないんだけど、やっぱり ここちょっとこんなになってるとね、こっちは全然他何でもないんだよ なるほどね。どっかちょっと傷つけるとね、そこからだんだんこう風化していくんだよね、水が入って、なるほどね。これは何のことはないんです、ただストンと鉢変えて変えるだけなんで、一応ねこのうっすらこれ苔生えてるけどね、今あの苔取ってしまってね、土だけにやっちゃうとね、ちょっと真夏なのでね、あのこういうもみじみたいなこの葉の薄いものはね、ちょっと松なんかと違ってね、ちょっと慎重にやらなきゃなんないんでね、こういうとこも乾かないようにね、いっそこ苔、これ自然に生えた苔なんでね、このまんまの状態でね、ポンとあの同じような鉢探してきて植えるだけの仕事なんですよ、だけどなんか野生味があっていいでしょ、これそういいね、木がこれね、あの木を見たら密集してないしさ、密集してないの葉っぱが、そう自然、なんかこうさわさわっとしていいでしょ、涼しげで、そうそうそう、こういう感じね、すごくいいわ。それでこれは何のことないです、鉢を探さなきゃならないんで、これから果たしてちょうど合う鉢があるかどうか、あれと同じような色の鉢はないな。
この鉢があったので、はい、これちょっとね、もうお高いんじゃない？お高いけどお安くしときます、はい、これにやることに決定。ちょっと網入れます。これから冬まではもう植え替えはダメなの、あんまり。うん、あの植え替えっていろいろやり方があるからね。例えばさ、こうやって鉢割れたからね、うん、あの新しくするっていうのはやむを得ないよね、うん、だけどさ、大手術する植え方はね、うん、あのあれだよ、ちゃんとある種ちょっとこう、あの冬の設備があればいいけどね、うん、まあこれからね、うん、暑くなると意外と根ってね、うん、出ないもんなんだわ。あ、そうなの。一回春からぐーっと勢いついて出て、うん、で夏はちょっと一服するの、切って、うん、疲れて、うん、だからその時に植え替えするとね、うん、後の回復がねやっぱり悪いわけさ。あ、そうすると冬なんかもね、うん、寒いとこに置いたりすると、うん、春に後遺症が出てくるね、うん、だから春が一番元気はいいんだけど、うん、でやっぱりね、その一番元気のいい時は春は春だけど、うん、あんまり早い春はね、うん、まだ眠ってるわけさ。で北海道なんか特にね、5月の中頃からやっぱ目覚めるからね、うん、で6月頃にやるのが一番いいのさ、うん、だから今もう7月あ暑くなるから、その時やるのはこんな植え替えは全然差し支えないからね、うん、ただ床替えだから、うん、もうこっちの部屋、こっちのとこからあっちのとこ行くだけだから、うん、それは心配ないんだけど。でね、これはですね、今ちょっと一回置いてみてね。これなんだこれ。ん？これ隠れた手法。なんか炭かなんかでね。ああ、そうか。これ。ああ、いっぱいあるんだ。炭かなんか入れるのよくね、こういうのね。竹の炭みたいな。うん。そうだ。位置的にね、ちょっとこっちをちょっと上げたいんでね。あ、そうか。うん、そこにこっちがぐーっと下がってるからね、ちょっと気持ち上げたいね。根は一切切ってないからね。ただもう鉢替えだけだから、植え替えと言っても鉢を変えるだけなので、こういう感じですよね。こういう感じですね。あとは例のごとくきちっとこうよしと、こういう感じね、はい、これいいです。それで、さてと、いや、ちょっと引っ張ればいいか。ちょっと待ってくださいよ。
待ってくださいよ、お立ち会い。ちょっといつもと違ったね。いつもとちょっと違って感が鈍ったかな。お、うん、止まった。素晴らしい。究極のエコーだな。まだ気になくてもいいし。よし。これはちょっと素晴らしくなったんだ。うん、ちょっと鉢が高級っぽくなったね、うん、この辺よく見えるようになった、うん、いいでしょ。うん、これは塗れたらまたね鉢移りがいい。ちょっと上からかけるわ、ミス。それあっち持ってって、ちょっと待って、ね、今ここちょっと切り口塗るから。うん、あー、なるほどね。塗りにくいから。はい、すい、はい、はい、発車。はい、消防車って。はい、綺麗になったよ。ちょっと待ってよ、発車して。はい、上からも、いいね、はい、ドローンで映してください。はい。